戦争するな、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 愛せ憲法、優勢守れ、憲法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 守れ、戦争するな、戦争するな、戦争するな、集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない、戦争に優しい戦争はありません。争いが起きれば必ず苦しむ人が出ます。それは戦争が起きたその時だけでなく苦しみはずっと続きます。戦地へ行く者、残される者、皆は苦しみます。たとえ生きて帰ったとしても人を殺めてしまった人はどうなりますか。安倍さんはそれを想像できますでしょうか。国民に人を殺させないでください。そして殺さないでください。日本を戦争する国にしたくないって純粋に思っています。いつか私は母になって将来は3人くらいの子供が欲しいなと思っています。子供ができたら自分のことを犠牲にしてでもきっと守りたいなって思うってすごく思います。やりたいことが選べたり自分の意見が言えたりできないことを助け合ったり、そして戦争がないっていう国でずっと子供にもその子供にも残したいって小さい頃から思ってました。そう思っているのに安倍さんがそれを脅かすような安保法案っていうのを出してきて、しかもそれをきちんと説明しないで無理やり通してるなんて話をいろんなところで聞いて、ちょっとやばいなこれはと思いました。人の命に関わる法案で世の中の7割が納得していない、憲法にも違反している、こんな法案を無理やり通していいのって思います。だからこんな法案は私は反対です。このまま通ったらとんでもないです。通したいなら私たちの疑問にきちんと答えてください。国民が納得するような決まりや基準をちゃんと示してください。何よりも政治のやり方をきちんと守ってください。ごまかして押し通す法案なんていらないし、説明できないような法案なんていりません。私は今日今までデモには一人で友達に言えず参加してきました。でも今日ここまでついてきてくれる友達がいて思ったことが一つあります。たくさんの人を一気に変えることができなくても周りや家族の友達の意識を変えることはできるって、その通り、すごい実感してます。だからここには来れないけど宮城で絶対デモを起こして学生たちも反対してるんだっていうことを絶対ここに届けたいと思います。やっぱなんか異常じゃないですか、95日間の延長とか、しかもたった一つの法案に対して憲法を無理やりねじ曲げて法を作るとか、まあ、そういう無理なことをやるから95日延長とかやるんじゃないですか。まあ、だから集団的自衛権というのは基本的に自衛権じゃなくて、まあ、攻めていくような参戦するような権利なわけなので、まあ、本当に戦争したくないんだったら反対してもいいですよと。であとなんか後方支援だから OK って話もありますけど、まあ、実際後方支援って言っても非戦闘地域っていうくくりを消してしまえば戦闘地域でやるわけなんで、まあ、その最前線まで弾を持っていくって中で補給を叩くっていうのは普通に、まあ、戦術的に当たり前のことなんで、まあ、自衛隊のリスクが高まるって、まあ、本人今日認めてましたけど、まあ、当たり前でしょうと。人の命なんだと思ってるんですかと。でもう一つは当たり前の話で、人を殺しちゃいけませんよなんでですかって、まあ、殺しちゃいけないからですみたいな、法律破っちゃいけませんよなんですかと、法律だからです、それと一緒で憲法も破っちゃいけないんですよと、まあ、そういう当たり前のことを、いやちょっと人殺しちゃったけど、まあ、法律がちょっとあんまり合わないから法律変えましょうって話にならないでしょうと、まあ、法律は法律なんでそれ守ってくださいと、でないと大変な国になっちゃいません、この国っていう、まあ、そういうことです。まあ、学生たちが頑張ってるからじゃなくて、ちょっと頑張ろうぜって感じで、一人一人がもう一人呼んできたりとか、もう二人呼んできたりとか、そういうことで、まあ、それ今2500人いるのが5000人、1万人ってなっていくと思うんで、やっぱその自分たちが持ってる力っていうのを結構卑屈にならないでちゃんと発揮してほしいです
資金者は俺たちだから俺たちが変えられると思って、まあ、そう自分たちに言い聞かせてやるのがいいと思います。まあ、俺もそうしてるしみたいな感じ。